次に遠藤亮太君、遠藤亮太君、日本維新の会の遠藤亮太でございます。今日はあのマッサージの資格について、えー、質問させていただきたいと思います。えー、大臣もですね非常に激務だと思います。マッサージ行かれたりするかと思いますけれども、マッサージご承知の通りですね、まあ、国家資格でありまして、えー、まずはじめにですね、あんまマッサージ施圧師の国家資格についての概要をお聞きしたいと思います。 えー、榎本衛生局長お答え申し上げます今お尋ねのアンママッサージ指圧紙につきましては、従来は都道府県知事による免許制でございましたが、昭和63年のアンママッサージ指圧紙、ハリ紙、旧等に関する法律の改正に伴いまして、国家資格化されたものでございます。 でこの国家資格化によりまして、医師以外のもので、アンママッサージ指圧を行としようとするものは、厚生労働大臣の無免許を受けなければならないということにされたところでございます遠藤良太君。ありがとうございます。大学または専門学校などで3年間こう学んで,です、ね、まあ、かなり時間と費用をかけて国家資格を取られると、でこのアンママッサージ師については、基本的な知識をまあ養していて、 でこれ、えー、実際ですね、こういうアンママッサージ指圧紙の国家資格を、まあ、取得することについての趣旨はどういう点にあるのか、お尋ねしたいと思います榎本伊勢局長。えー お答え申し上げます、えっと、雨マッサージ施圧につきましては、えー、これはあの整備者の独占業務ということになっておりまして、まあ、そういう意味であのきちんと適正な整備者が行われるということをおきしてあの、法律化しているということで、理解しているところでございます遠藤良太君、ありがとうございます。でこれのほかにです、ね、針師および九師といった、針灸師といわれる、これも効果資格があると思います。 で我が党の一ん議員も持ちの柔道整復師、これも国家資格です。で先日です、ね、この柔道整復師の、柔道整復師試験の問題漏洩があ,ありました、柔道整復師研究試験財団の理事が、まあ、逮捕されたとで、こういう事件があった中で、これ国家資格に対する信頼を低下させるんじゃないかと。 いうふうに考えるんですけど、厚総これ厚生労働省としてはこの再発防止についての取り組みをお尋ねしたいと思います。榎本異性局長、お答え申し上げます。ただいま委員御指摘ございました事案につきましては、現在警察において捜査が継続しているというふうに承知しているところでございます。 厚生労働省といたしましては、この柔道整復師国家試験を実施する柔道整復研修試験財団に対しまして、再発防止のための対策を含めて、必要な措置を講じるように指導したところでございます。今後ともさらなる事案の詳細の把握を努めながら、必要な対策をしっかりと講じてまいりたいというふうに考えております以上遠藤良太君、これですね、いつごろうメドにこの再発防止を取り組むのか、お尋ねしたいと思います。時期ですね榎本伊勢局長 お答え申し上げますあのやはりいろいろと事案の中身をよく把握をしながら整理をする必要があるかと思っておりますので、今の段階でいつまでにこれをきっちりと整理できるかという点について、明確にちょっと申し上げるのはなかなか難しいでございますが、あのできるだけしっかりと早めにきちんと整理をするということを旨として考えていきたいというふうに思っております<上>遠藤亮太君。ありがとうございます。ぜひ、ね、この時期、非常に重要だと思いますので、取り組んでいただきたいと思いますけれども。 それではです、ね、あんまマ,マッサージ指圧師についてちょっと伺いたいと思います。現在、このあんまマッサージ指圧師の現在の資格保有者がどれぐらいいるのか、お尋ねしたいと思います榎本医政局長。お答え申し上げます。アンマ,マッサージ師,圧師の 免許を登録しているものの数になりますけれども、令和4年9月30日現在におきまして、約19万9千人となっているところでございます遠藤良太君。19万9千人ということで、実際ですね、一方でこのマッサージを行う店っていうのは、まあ、かなり数が多くあると思います。例えば駅の近くに仕事帰りにです、ねまあ、立ち寄ったりするリラクゼーションであったりとか、 あると思いますけれども、アんママッサージ施圧費については国家資格であるんですが、一方でこういった、まあ、免許を持たずにです、ねまあ、マッサージを行っているケースもあるように思いますけれども、ちょっと古いデータですが、経済センサスによれば、平成28年度では、両術業で6万5千以上の事業所があると、で平成24年に比べて25%も増加していると。これれ先ほどどの,あのご答弁ありましたけれども 現在ではさらにもっと多くの事業所が存在していると思います、で他方で,です、ね、あのこの国家資格を頑張ってまあ勉強して国家資格を取って、えー、一方で無資格でマッサージを行うところも多い状況であると、でこれ、やっぱり今後です、ね、国家資格をまあ取っていく人が少なくなってくるんじゃないかなというふうに思います。でこのアアンママ,ンマ,マッサージ 針師、旧師に適用されるのは、これ、法律の中で、あはき法といわれるもので、あんま、マッサージ、もしくは視圧、針、または旧を行としたものに対して、50万円以下の罰金があるという、まあ、罰則があるとで、このマッサージのこの内容の定義っていうのは、どういったものになるのか、お尋ねしたいと思います榎本伊勢局長。お答え申し上げます。 今お尋ねいただきましたマッサージの定義でございますけれども、今、先生がご紹介いただいた法、いわゆる破棄法の条文上、またその法令上ですね、あの具体的に規定をされているものは正直でございません。ただ、まあ、あの昭和58年に発行されております、旧厚生省の解説本によりますと、あんま、マッサージ、視圧とは、疾病の治療、または慰安の目的をもって、人の体の各部を押し、引き、揉み、 撫でさすり叩くなどの性質を行うことというふうにされているところでございます遠藤良太君ではです、ね、さまざ、あ、ま事業所で行われている、先ほど私の方でこうでリラクゼーションがあったりとか、ボディケアがあると、でこれ、マッサージに該当して違法ということになるのか、このあたり、お尋ねしたいと思います。榎本伊勢局長 お答え申し上げます、えー、マッサージの定義につきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、あの関係法律上の規定はないところでございますが、えー、厚生労働省としては、アンマーマッサージ指圧師が行いますマッサージにつきましては、 医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある異行為ではないけれども、一定の資格を有する者が行わなければ、人体に危害を及ぼすおそれのある行為、すなわち異業類似行為だというふうに返しているところでございます。で今先生お尋、ね、あの委員お尋ねございましたあのボディケアなどの精通について これがその医療類似行為に該当するかどうかという点につきましては、個々の事情を総合的に関して判断することになるものというふうに考えているところでございます遠藤良太君。このご紹介いただきましたけれども、医療類似行為ということで、アハキ法や柔道整復師法は、あんまマッサージ止圧、止圧、ハリキュー、柔道整復以外の医療類似行為をまあ禁止していると、で最もっとも判例によってはですね、 無資格の医療類似行為として処罰の対象になるのは、医学的観点から人体に害を及ぼす恐れのある医療類似行為に、まあ、限定されているということなんですけれども、このここで言われる人体に害を及ぼす恐れのある医療類似行為というのは、具体的にどういったことを意味しているのか、お尋ねしたいと思います榎本伊勢局長。お伝え申し上げます。 今、委員ご紹介いただきましたように、あの昭和35年の最高裁判決におきましては、えー、異業類似行為について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限定されるというふうに判じされているところでございます。 厚生労働省といたしましては、この異業類似行為について、先ほど申し上げましたように、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為ではないが、一定の資格を有するものが行わなければ、人体に危害を及ぼす恐れのある行為であるというふうに返しておりまして、具体的にはそのあんま。 マッサージおよび視圧、針、球、並びに柔道制服といったものが該当すると考えておりますが、またそれら以外の主義、温熱などによる両術行為であって、人体に危害を及ぼすおそれのあるものというものが含まれるというふうに理解しているところでございます。でこの異業類児行為に該当するかどうかにつきましては、やはり先ほどもちょっと申し上げましたように、個々の事情を総合的に勘案して判断するものでございまして、なかなか一概にお答えすることは難しい面があるという点、ご理解賜ればありがたいと思っております。 遠藤良太君これですね、まあ、人体に害を及ぼす恐れがあるとしてもです、ね、まあ恐れがあるだけでは、まあ、摘発は困難じゃないかなとで、人体に、結果的には人体に害を及ぼした結果がある場合に、えー、こう摘発になっているのかなと思うんですけれども、この,アハ,のアハキ法の違反して摘発された事例について、 お尋ねしたいと思いますがど,、まあ、どの程度この摘発があったのか具体的にご説明をお願いします榎本伊勢局長お答え申し上げますこの施術者に対する指導権限につきましては都道府県知事等が有しているという整理になっているところでございまして厚生労働省におきましては網羅的に把握していることができていない状況でございます 例えばあの、そういった中でございますがあの、平成16年に無免許でマッサージを行っていた運営会社の社長らが、ああいわゆる破棄法第1条に違反をして、逮捕された事例があるというふうに承知しているところでございます遠藤良太君、これですね、まあ、ちなみにそのお、無資格だと基礎的な知識がないと思います。でまあ、事故が多く起こるのではなないかなと いうふううふに思うんですけれども実際にまあ事故に関してどういった報告があるのか、まあ、例えばです、ね、資格のあるものによる事故、または資格のないものによる事故というまあ比較をした場合です、ね、おそらくこの資格のないものによる事故が多いかなと思うんですけれども、そのあたり、いかがでしょうか。 片岡政策立案総括審議官お答え申し上げます消費者庁の自己情報データバンクに寄せられました、マッサージ等の主義による危害、危険件数は、令和2年度で346件、令和3年度で419件となってございます。 なおこの件数は、法的資格制度がある施術とない施術の双方を含んだ数字でございますけれども、消費者庁による平和・生成29年度の調査におきましては、法的資格制度がない施術による危害危険件,件数は、毎年度200件前後で推移していたというふうに承知してございます遠藤亮太君これです、ねあの。質問した時には、まあこれあの 資格はあるものとないものと分けてないということをお伺いしたんですけれども、これですね、こうした事故に対して対応するために、今後、どのような取り組みを行っていかれるのか、厚生労働省と消費者庁、両方にお聞きしたいと思います榎本伊勢局長。お答え申し上げます。 今ご指摘ございました国家資格を有しない者が行った成立による被害につきましては、厚生労働省におきましても、平成3年以降、累次にわたって、このアンマ,マッサージ施圧、針、り旧柔道制服以外の医療類似行為に関する取り扱いについて、その医療類似行為の成立が医学的観点から人体に危害を及ぼすそれがあるということであれば、アンマ,マッサージ施圧し針り支給法、および柔道制服手法において、禁止処罰の対象となる。 という旨を都道府県宛てに、都道府県等宛てに周知をしておるところでございまして、またそれと合わせて指導の徹底を依頼しているところでございます。で実際にあの医学的観点からあの人体に危害を及ぼするその恐れのある行為があったということが把握されれば、都道府県等においてその行為を行った生育者に対して指導や注意喚起が行われていただいているというふうに認識しているところでございます。引き続き、こうした被害が生じないように、都道府県等に対して周知に努めてまいりたいというふうに考えております。 消費者庁片岡政策立案総括審議官お答え申し上げます消費者庁におきましては、医療類似行為による施術の事故が発生していたということで、平成29年5月に法的な資格制度がない医療類似行為の主義による施術は慎重にというふうに題する注意喚起を行ってございます。 この注意喚起では、消費者に対して法的な資格制度がない主義を含む、いわゆる統合医療を多種多様であり、玉石混交であるので、施術を受ける前によく情報を見て、施術や施術者を慎重に選ぶことなどを呼びかけているところでございます。なお、令和2年11月の総務省の勧告を踏まえまして、消費者庁といたしましても、 医療類置行為による事故情報を把握できるよう、都道府県等関係省庁に対して、消費者事故の通知制度の周知を改めて依頼するとともに、どのような手順で消費者事故の通知を行うかの確認も行ったところでございます遠藤亮太君。 これまあお客さんがこうマッサージ屋さんに行ったときに、実際、この施術する人が資格を持ってるか持ってないかというのは、多分わからないと思うんですけれども、そこで,ですねまあ店,舗外に店舗内外にですねまあ資格を要する旨の表示をすることがまあ考えられると思うんですが、そこでえまあ厚生労働省としては、財団に委託をして、厚生労働大臣免許保有証といった身分証を発行していると。 で携帯するなどをして、資格者であることを示しているということなんですけれども、これってどれぐらい効果あるのか、お尋ねしたいと思います榎本伊勢局長。お答え申し上げます。今、委員、あのご指摘ございましたように、あの消費者の方があの有資格者、無資格者を見分けて、安心して受けられるようにすると。 いうことは非常に大事なポイントであるかと思っております。であの今ご指摘ございましたようにあのあのご紹介ありましたように免許保有証の発行とかあ青書で有資格者である旨を表示するということがあの一つ成績を受ける方にとってみれば有資格者と無資格者を判別するにあたってまあ、有効な一つの方策になるのではないかというふうに考えているところでございます。で今委員ご紹介ございましたようにあの平成28年3月から あのその施術者がああまマッサージ師やハリシキュー師といった免許証を保有していることを証明するようなあ厚生労働大臣免許保有証を公益財団法人東洋療法研修試験財団において発行しているところでございます。えそういったことを各都道府県を通じて周知をするとともに、やはりその施術者が国家資格を持っていることを確認するというポイントとして、施術者ご本人が今申し上げた保有証を着用していくいること、また。 その聖書において、大臣による免許を有資するものであることを広告掲示するといったこと、また、聖書内に免許証や免許証の内容等を記載した書面を掲示するといったことが、一つ見分けるポイントになるといったことを示したリーフレットも通じて周知をしているところでございまして、こういったものがより広まっていくことで、見分けていく上での有効なやり方になるんじゃないかというふうに考えているところでございます。太君 資格のないものであってもさ、ね、まざ、あ、まなサービスを行っている、これが今の現状だと思います。で安全性の確保は非常にこれ重要だと思います、もうあのマッサージされてこう事故が起こったときにです、ね、一つのまあ方向性としては無資格で人体に害を及ぼす恐れがある事案に対してまあ取締りの強化をしていく、これがまあ必要だと思います。で一方 別の方法としてはです、ね、民間で行っている試験に対して、何らかの支援を行って、事故を減らしていくというふうに考えられると思いますけれども、事故を減らすためには、基礎的な知識が必要であったりとかです、ね、例えばそれをするために、試験を行って、公的な資格の保管を、国家資格の保管をしていく方向性も考えられると思いますけれども。 こ,のこういった安全確保の方向性について、大臣に最後、お尋ねしたいいと思います加藤大臣。まず法的な資格制度がない医療類似行為による施術、そのことはまず問題でありますけれども、さらにそうした施術によって事故が発生するということは、公衆衛生の観点から、これは到底、看過できる問題ではないと考えています。 誠実と受ける方が有,識者有資格者と無資格者を判別できるよう、今、委員からもお話がありました、えー、厚生労働大臣による免許を有する者である場合、そうした証明書,、えー、書務所を見せるとか、あるいは、えー、広告可能であると、まあ、こういったことの周知をしっかり行っていくということ、また昨年3月には免許を有しない者による医療類似行為の誠実が、医学的観点から人体に危害を及ぼす恐れがあれば、禁止処罰の対象となることから、 その指導を徹底するよう改めて都道府県等にも依頼をしているところでございます引き続き法的な資格制度がない異業類似行為による施術で事故が発生することがないようにですね。また利用者が適切な施術が受けられるように都道府県等もよく連携をして取り組んでいきたいと考えております遠藤亮太君 ありがとうございます。ぜひですね、まあ国家資格を取っている方であったりとか無資格でやられている方はあると思いますけれども、しっかりとまあ政府として、えー、先ほど大臣に答弁いただきましたけれども、しっかりと政府としてまあ取り組んでいただきたいというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。これで質問を終わります。午後一時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。